じゃあいきます。どうも、桂武一郎です。千代チャンネルです。はい、これから桂武一郎独演会2023春が始まりますけれども、まあ、ちょっと訳あってこういう格好してますけども、これはもう触れなくて構いません。まあ、操作といいます。操作でございます。これ私と空気階段のもぐらさんの母校でございますね。高校出身で、でちょうどね、この開演も直前、もう10分前ですけども、ね、10分前にやってる場合じゃないんだけど、ちょっとバタバタしちゃいまして、これからちょっとゲストであります空気階段さんの楽屋でちょっとだけ話をしてみたいと思います。行きましょう。はい、こちらでございます。失礼します。あら、ちょっと、おお、いいね。何ですか、いない。いや、よろしくお願いします。え、ちょっと待ってください。何ですか。キングオブコント取られてる方ですよね。どうですか。そんなに芝居下手くそなんですか。めちゃくちゃ棒読みじゃないですか。ね、入るって言ってたでしょ、入るって。こっちはこっち、小道具まで用意してしっかりやってた。がっつり食ってくれてたんだ。ありがとうございます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 。ちょっとじゃあ、はい。久保田さん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。桂田一郎です。お願いします。いや、本当ありがとう。本当に空気階段さん、ずっと出てもらいたかったんです。まあ、ちょっと片町さん初めてなんですけど。僕は初めまして。小倉君が、はい、ちょ、僕の地元の千葉県旭市の中学、はい、高校の後輩ということで。はい、え、段取りとかやるの？いや、これね、そうだよね。これは、ちょっとオープニングトークで、はい、ちょっとだけ。先輩、これで落語やってるわけじゃないですか。落語って今そこまで言ってるわけじゃない。落語見たことないもん。今このスタイル主流かもしれないもんね。違う。これやってないですよね。これやってないですよ。さすがにこれはちょっとこれは訳があって、はい、ただからこういう格好してるだけ、まあ、一応高校じゃん。でも、ね、捜査高校とか。捜査高校、そうなんです。あ、中学校も高校一緒なんですね。中高一緒なんです。ただ高校の時はあんまり喋ってないんです、はいはい、中学で卓球部で一緒で一個違いなもので、はいはい、一緒に卓球打ってた。高校柔道部入っちゃった。そう、あんたね、この間間違ってたよ。なんかポッドキャストで、はい、なんかこの回の宣伝をしていただいてるんですけども、我々のラジオ番組で中学で一緒だったと。で、高校は横田先輩、横田ですけどね、横田先輩は、はい、帰宅部で、俺は将棋部だったから会ってない。俺柔道部です。本当にすみませんね。本当どうなんですか、本当に。あまりにも成績が悪いもんだから。いやいや、2人と同じ成績だった。いや、県大会出たんだよ。いや、まあ、1回県大会誰でも出るでしょ。1回勝っても出る。で、どうだったんですか、お互いその中学の部活一緒だったわけじゃないですか。その当時と変わってたりとか。めちゃくちゃ、あ、いや、見た目はマジで変わらないっていうか、ちょっと太ったぐらい。これめちゃブリブリに冷えてますけど。あ、確かに。ひげは確かになかったです。ひげとちょっと太ったぐらい。 でもあとは全部一緒。この感じですか。全部一緒。先輩ももう変わんないですよ。でも背がちょっと伸びて、はい、あと、そうだね、あの時違う、はい、メガネが外れてますよね。4先輩してたらメガネだったんで、俺もメガネでヒョロヒョロだった、うん、その卓球部時代ヒョロヒョロだったので、そうだね、もう結構いじめられてたっていうか、彼はもうキャプテンだったんですよ、卓球部の。なんか聞いてますね。なんかズボン脱がしみたいなのが流行っていて、ズボン脱がし、こんなんやられたような記憶がある。これ先輩だったにやられた、やられた、ね、いじめられてました。いや、結構いじ先輩ですから、横田先輩みたいな感じ。結構なんかヤンキーとつるんでて、いや、つるそうなんですか。そう、なんか窓ガラス割るような不良となんかつるんでいて、それなんか射程系みたいな感じの印象のそれですよ。マジその印象。いやいや、なんか窓ガラス割ったら、なんだって言われたら、そう縦にするみたいな。そんなこと最悪じゃないですか。逃げるみたいな、なんだって言われたら逃げるみたいな。かなかなりさ、それ。いや、先輩やっぱ面白いよ。もうズボン脱がしたら、うん、その慌て方っていうか、みたいな感じだから。やってたんだ。いやまあ、思い出しました、その今ズボン脱がしてて、はい、あ、そうだと思って。でもね、今日はこの空気階段
が出るっていうことで、後輩たち、はい、学校の後輩たち、はい、年3回この回やってるんですけど、はい、後輩普段来ないんですけど、はい、空気階段ファンが多くて、はい、今日 4,5 人来てるんですよ、見学に。そんなにいないんですか？来ないのに。4,5 人ってそんなにいないって言ってるんですよ。しがらきくん先輩そんなにいないですよ、4,5 人は。いや、いや、そう、50人来てるんですよとか言ったら、とかありますけど。いやいや、でもこんなもんよ、落語界は。いや、我々の単独は分かんないけど、その、はい、落語界は4、5人超多いですから。そうですよ、ありがとうございます。ゼロ普通だから、はいはい、いや今日本当に楽しみ、はい、あの、うち1個言いたいことだったんですよ、はい、この間、はい、あのテレビでつけたら出てて、はいはい、あの朝日、そうだ、朝日市を、はい、おすすめスポット紹介するって言って、はい、ね、はい、あれで、なんか新章っていう飲み屋った。あ、行きましょう。ね、行きましたね。あれ、落語家の大名人の新章、はい、洋亭、水亭新章っていう飲み屋、はいはい、朝日の駅前にありました、はいはい、あそこね、僕、二つ目昇進したのは8年前です。その時に、朝日地元で結構活動したいなと思って、はい、調べたら新章って名前のとこあるじゃないか。これ落語絶対好きじゃん、この大将と思って、いや、ここ落語やらせてもらえないかと思って、はい、挨拶行ったんですよ、はいはい、じゃ結構ですね、あの朝日出身の落語の勝田武町ですって言ったんですけど、はい、あの大将結構不愛想な感じなんですよ、はい、ね、おい、はい、あ、朝日出身で落語が、おい、見た感じ、え、はい、落語絶対落語好きなはずでしょ、新章なんか、新章ですからね、テープも流れてて、はい、地元ですよ、若手ですよ、え、なんだこの感じと思って、はい、感じで、こうやって、だってまあでもなんか酒飲んだりしたらあれなのかなと思って、後日、何人かで行って、ちょっと宴会を予約して、飲んだりして、はい、で、まあ、ちょうどお客さんじゃないですか、その日は。で、そしたらもうさすがに、ね、大将に、よろしくお願いします。はい、えってなったの。まあ新章だけ好きなのかな、新章師匠だけと思って、はい、新章以外認めてないのかなと思って、はい、まあしょうがなくご縁なかったと思ったの、はい、そこから8年、はい、この間そのモグラが言ってたでしょ、はい、推定に、はい、新章に、はい、お新章行ってるって思って見たの、はい、そしたら、あ、これうちのおじさんやってんすよ、おじさんなのかよ、親戚ですよ。俺そこで初めて知ったの、はい、ちょっと言っときな、元愛想よくするそんな不愛想だったんですよ、僕らのおじさん。おじさん、あれ通常ですから、おじさんだったらちょっとニヤッとしたらもう大爆みたいな。いや、そうなんだ。それを知らないでやっぱ言ってるからですよ。いや、おじさんちょっと。なんかテレビでもなんか、えみたいな感じだったじゃないですか。うん、テレビも緊張しちゃって。緊張してたよ。そう。普段はなんかもう、もうおじさん全然笑わないですから。いや、そうなんだ。落語は好きなの？落語それは好きですよ。新章師匠だけ好きなの？いや、みんな好きです。ちょ、なんで俺が弾かれたのって、それも聞いたのって。いや、だから弾いたんじゃなくて。俺の先輩でも何するんだって。おじさん、おじさんはだからね、テンション上がってたんですよ。うん、でもそれが、うん、普通の人には気づかないというか、うん、こうちょっとあぐらいでも、じゃあいいの、今後も言っていいんですか、落語でもありますよね、そういう落語、うん、ないですか、そういう落語ちょっとやったわけでね、ちょっとこ う, そ う, いう落語ちょっとうんってなったら、実はその人知ってる人からしたらすごい笑ってるみたいなね、ないないみたいな、ないない、じゃああげますよちょっとじゃあ新作作ってください。新作じゃあ、君のおじさんでやったら、君のおじさんテーマの新作を作りますと、全然だから本当にむし、ま、大歓迎だと思います。そうだったんだ。はい、じゃあちょっとまた行ってみるね。当たり前じゃないですか。それだけ言いたかったんですよ。変なこと言わないでください、このカメラの前で。すいませんね、すいません。料理また行きますね。料理は美味しいですよ。料理はめっちゃ美味しい。あれが普通なの、はい、枚数をカバーするぐらい料理です。美味しいです。あ、もう時間だ、もう、あ、もうこんな時間だ、行かないといけないです。というわけで今日はコントをやっていただく、はい、なんでしょう、テレビでできないようなちょっと長尺のコントをしていただけると聞いております。まあ、はい、尺的にはテレビのサイズではないですね。うん、わあ、いいですね。はい、ちょっと、まあ、舞台で普段やってるような。舞台で。で、超楽しいです。はい。はい、まあ、結構テレビだと審査があるんで、うんうんうん、まあ、できない感じになっちゃうんですけど。うんうんうん、いいね。まあ、今日ライブならではの。はい。めっちゃ楽しみ。めっちゃ楽しみです。今度6月30日に。はい。
朝日でやる。あ、やります。ありがとうございます。もうチケット余ってる。あ、もう売り切れ。あ、売り切れちゃった。うわー、ちょっと行こうと思った。裏からちょっとじゃあ、ちょっと行けたら行こう。行きたいと思います。いや、それちょっと手手騙します。そこはお金ちゃんと払っていい。そうでしょ。ひどい。そうでしょ。すいません。こっちも早い。あんなにごちそうしきだもん、ね。新章に殴り込むしかない。いやいや。ちょあれが普通なの、あいつが。あいついい方なんですから。ありがとうございます。というわけで、今日のゲスト、空気階段さんでございます。はい、あの配信でもね、1週間見られる配信ありますから、そちらの方で、ぜひとも、至極のコント、はい、私の話の落語を見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。